裁判使用書は、鎌倉時代初期の上限元年に、後鳥羽上皇の印前を受けた、坂上妙記によって編纂された、直線法律書。全遺巻。民事法を中心として33の事例について、律令格式の殻の引用と著者である、坂上妙記の解釈を記した案文から、構成されている。主に推揮、相続、売買、退釈、土地所有。 財産上用などに関して重点的に解説されている。特に相続と財産上用に19件にわたって記述している。律令格式や祖父、坂上明兼が編纂し、名始めが肯定したとされる放送使用書を参考としているが、条文や放送使用書の解釈とは違う案文を提示している部分もあり、尺氏上義的な法文解釈にか,かわらずに、 社会の実情に合わせた法解釈を試みている点で評価されている。後鳥羽上皇の陰性において訴訟対応への強化が図られ、その一環として、名簿関門や実務文書作成のための手本として作成されたと考えられている。坂上妙記は鎌倉幕府の依頼を受けて放送使用書の中の民事関係の記事を消失して、 幕府に提出したと言われるなど幕府とのつながりも深く、後世の区家法のみならず、鎌倉幕府の御成敗式目にもその影響が見られ、区家法から武家法への移行過程の研究にも影響を与えている。ありがとうございます。